か。シュートスなんて関係ないか。決めないとね。形はね、めっちゃいいんだけど。はい、結果出したいっすよ。頭がいいんじゃない、頭が。え、まあ、頭が一番緊張しないじゃん。頭じゃないんだ。ヘディング。綺麗なゴールいらんっすね。マジで。そうですね、まあ、りょうさんにこう、信じて使ってもらってるっていうのは自分自身も感じてますし、その中でまだこう目に見える結果でこう貢献できてないっていうのはすごく自分の中でもどかしい部分もありつつでも試合を重ねるごとにこう自分の中でできることだったりっていうところだったり課題の部分も出てますけど、まあ、少しずつはありますけど自分の中でも自信がついている部分もあるので、本当あとは最後のところのクオリティと、はい、もう本当結果を出したいなっていうすごくもどかしい今気持ちではあります。そうですね、今年に入ってから、はい、サイドハーフっていう新しいチャレンジでこう今までやったゼロゴールこいついつも言ってくるんですよいつも、あとあの通訳もおめでとう。8試合。え？8試合。8試合ゼロゴール。ゼロゴール。え？ディフェンダー？ゼロアシスト。ディフェンダー？1ゴール？ツーアシストね。1ゴール、ツーアシスト。かなり。ええな。すごかったね、変なね、シュート。黙らせるためにも点決めないで。ディフェンダーで。俺のが決めてるっていつも言ってくるから。ね。頑張ってな。なんで、質問なんでしたっけ。新しいことにチャレンジしてますけど何かね、おお、撮ってる撮ってるよ、よしなんで、はい、左サイドっていうところでこう、まずはまあ、守備のところもこう、前線というか、フォワードをやってた時とはこう、違うやり方だったりもあるし、チームのやり方もあるんで、まあ自分の中ではすごくいい守備からいい攻撃っていうのは毎回意識しているところなので、まあでも攻撃になった時に自分があそこに入ってる価値を見出すためにもペナルティーボックスの付近でこうなんで気使ったのペナルティーボックスエリアの付近でこう違いを出せるようにそうですね、やっていきたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、いいとこに入れてるというかこうシュートを打てるとこにポジションを取るっていうのはすごく意識しているところでもあるので、まあ自分のとこにシュートチャンスが訪れているっていうのも分かってるし、そこで本当に決めきれるか決めきれないかでこうチームへのこうなんていうんですか、まあ、時間帯だったり試合展開もある中で今までの試合でももっと楽にできた試合っていうのは何試合もありましたし、そこでやっぱ前線がゴールという形で守備だったりチームに貢献できればもっともっとチームも乗ってくると思うんで、はい、あそこの最後のこう一工夫なのかずる賢さなのか余裕を持つことなのか、まあ、もっとまあ、考えすぎも良くないと思いますけど、本当決め切りたいですね。まあ、焦りというか、そうですね、あるかな、はい。他の前線の選手もこう1ゴールは決めれてるっていう中で、試合に対してこうゴールっていう結果がついてきてないっていうのを自分の中で自分が一番感じてるし分かってるし、そこはすごく責任感じてますし。でもこれをああいったチャンスを決めきれれば逆にもっともっと得点量産できてくると思うので、最後のところを決めきれるそこの集中力っていうのはもっともっと上げていきたいなというふうに思ってます。綺麗なゴールっていうよりかはもう本当に気持ちもう何でもいいんで
最初のゴールっていうのはすごく大事になると思うんで、もう気持ちで、はい、押し込むっていうところを自分の中でこう意識して、何が何でも点取るっていう気持ちを見せたいなというふうに思っています。俺今からシュート打つから、うん、それ最後にしよう。決めて、外れても最後にしよう。外れて、うわーっつったら最後にしよう。また行くそれは、それは普通にごめんだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今日もお疲れ様でした。そうですね、まあ、栃木戦途中からあの太陽と交代でしたけど、プレーイングタイムを途中出場にしては、あの長い時間を与えてもらってた分、あのシュートチャンスを作り出したかったですけど、そこまであの作り出せなかったし、まあ、ギアってとこで考えてもあまりこうチームに、勢いはもたらせられなかったんで、そこは反省の部分であって、まあでも一回カイリ君からクロスのところでチャンスになりかけたというか、あのクロスの入り方のところではいい入りもできてるし、そういったところをもっともっと回数増やしていければいいなと思ってますね。そうです、あのミーティングでも、もう最後のところのクオリティというのは攻撃陣に求められるというのは、もう本当ずっと口ずっぱく言われているところでもあるので、本当もう前線が後を決めるだけでもっともっとチームにこう勢いをもたらせられると思うので、本当最後のところのクオリティだと思う。あのデータとしてもシュートは打ててるけど決定率が低いっていうところもデータで出てるんで、もうそれはあの前線の選手、まあ、自分を含めみんなあの全員がこう感じてる部分はたくさんあると思うんで、そういったものを試合でね、あのぶつけて結果を残せるようにやっていきたいなと思います。まあ、でも今日はあのすごく集中して、自分の形に持っていって、いいところに置いて思ったように切れてるシーンも何個かありましたし、はい、クロスの入り方も良かったシーンも何個かあったんで、それをね、はい、試合でやりたいなと思ってます。じゃあまた週末はホームで試合があるので、はい、これ呪いの企画なんなんですか。次の試合でじゃあゴールを、そうですね、はい、もう常に狙ってますけど、はい、早く取りたいっていうのはもう一番自分が分かって思ってるんで、取らないといけないし、チャンスをもらったらね、決めます、絶対に。頑張りましょう。頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。
入ったよ、トミさん。やっと入った。やっと入ったよ。いや、3点いけた。バン。いや、昨日は、はい、やっと点も決めれましたし、それが勝利につながってよかったですし、あの太陽も翼くんも決めて、太陽に関しては誕生日の日に決めてくれて、同期としてめっちゃ嬉しいです。いやー、こぼれ球でしたけど、あそこにこぼれてきて正直ラッキーでしたね。でも足を止めずに、はい、動いてた結果が、はい、結びついたと思いますし、はい、その後はもう喜びが爆発しました。ゴールが取れてない時も、ゴール期待してるよとか、待ってるよとか、そういったメッセージっていうのは自分に、SNS も通じて届いてましたし、その中で自分が取れてないっていうところで責任感も感じてましたし、絶対取ってやるっていう気持ちで臨みましたし、それがゴールという形で勝利に結びついてよかったです。トラップはちょっと外に流れちゃったんですけど、キーパーがちょっと前に出てくるのが冷静に見えたんで、はい、ループっていう形で冷静に流し込めたんで良かったです。もうそうですね、シュート練習ではあんまループとかはしないんですけど、まあでも状況でパッとこう自分のイメージしたことが出せたんで、まあ、それは多分1点目取れたからこそのこうふとした時の余裕の発想だ、余裕を持てた発想だと思うんで、1点目が全てかなと思います。いや、あれこそ決めないといけない形で、あそこでこうインパクト強く打てなくて、こうボールを捉えきれなかった、あれもショートカウンターですごくいいチャンスだったし、あえて自分の形に持っていった時にもっともっと決めれるように、もう本当に日々練習です、はい、あれもめちゃくちゃヨシ君に怒られましたでお前俺の決めねえんだよってヨシ君に試合後めちゃくちゃ怒られました。あれはあとヘナも横にいたんで、ヘナも俺に出せよってずっと言われてたんですけど、ヘディングもまだまだ課題なんで、あれ決めてたハットリックだったっていうことを考えると、まだまだフォワードとして課題の部分もたくさんあるし、甘い部分もたくさんあるんで、昨日は2点取れたことに関しては自分の中ですごくポジティブですけど、本当に満足せずまたすぐ試合来るんで日々練習します。クロスの入り方だったりっていうのも、りょうさんのところから、りょうさんの方からシュウペイやってるシュウペイやってるりょうさんの方からもビーティングでこうチームとして共通理解を持つようにやってるんで、クロスの入り方っていうのはチームとしてもすごく良くなってる部分もあるし、でもゴールのこう匂いのするところ、ゴールの嗅覚っていうところはもっともっと上げていかないといけないと思ってるんで、でもあそこに入れたっていうのは良かったし、でもヘディングは決めたかったです。はい、もうすぐ次1試合来るんで、良かったとこもあるけど、昨日の群馬戦では課題もたくさん出た試合だったので、そこをしっかりチームとしてこう反省するところは反省して、個人としてはゴールというところをこの試合をきっかけに、量産できるように、そして勝利につながるように日々頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。